岩崎祝4月3日台は、日本のピアニスト、教育者。東邦学園大学大学院大学教授、直美学園大学大学院客員教授、倉敷作用大学、向川女子大学客員教授。第3回高松国際ピアノコンクールの音楽、監督代行研審査委員長も務める。岡山県倉敷市出身。設立当時まだ4年生になる前の東邦学園を、 経て、アメリカハートフォード大学音楽学部、同ジュリアード音楽院、イタリアキュジアーナ音楽院で学ぶ。井口明子、井口元成、J ラタイナ、B ・ミケランジェリ、S ・ロレンツィ、I ・フロインド・リッヒなどに指示。1967年ミュンヘン、国際音楽コンクール。1968年、ブダペスト国際コンクール。 1970年、チャイコフスキー国際コンクールをはじめ、世界の名だたる国際コンクールにて業績を残してきた。帰国後、日本と海外とを頻繁に行き来し、海外では、ヤーノシュ・シュタルケル、ポール・トルトリエ、ベーター・ルーカス・グラーフ、イツァーク・パールマン、アンドレ・ナバラ、イブリー・ギットリス、ミッシャマイスキー、モーリス・ジャンドロン、ウルト・ウギ、ギドン・クレーメル等との共演による、 室内楽の活動を専門に盛んに続けてきた。本場のクラシック音楽がまだ十分に理解されていない。日本においてアコンパニストとしてのピアニストの重要さを解き、活発な演奏活動を実践してきた。演奏活動と並行して東方学園大学で更新の指導にも当たっている。年間の半分ほどは海外で活動しながら現地での演奏、レコーディングの他に、 イタリアキジアーナ音楽院室内学クラス、オランダミュージックセッションズ伴奏家、フランスクールシュベール伴奏家などで教鞭をとっている。イタリアビオッティバルセジア国際音楽コンクールとカントゥ国際音楽コンクールの審査員を長年務めてきており、それ以外の多くの国際コンクールにおいて審査員として呼ばれている。国内外の有望な若手演奏家の将兵にも熱心で、 また1979年により、岩崎公約母陽子他による、沖縄ムーンビーチミュージックキャンプフェスティバルを主催し、1997年により、沖縄国際音楽祭音楽監督、クラシック文化振興財団アドバイザーを務めた。毎年異なった編成や様々な時代、様々な演奏家たちによる多彩な音楽思考で行うという全国コンサート、 岩崎宿ミュージックインスタイルが1979年から現在まで続けられており、日本における超ベテラン人と共に、期待の新人演奏家を織り交ぜ、さらに、特別な都市以外は、基本的に新作一色と初演を行っている。岩崎宿ミュージックインスタイルが、日本の音楽界に果たしてきた功績は高く評価され、1990年、芸術最賞を受賞した。また、 1997年イタリア・バルセジア、音楽協会、プンチェット金賞。1999年ノルウェー、王国功労勲章の各賞を受賞、受賞。著書の中でも、アコンパニストとしての人格の豊かさや、柔軟さ、気遣いについて説いている。近著に、アンサンブルの喜びがある。ABC 第24回、新日鉄住金音楽賞受賞者決定のお知らせ。 AB 音楽監督、審査員、作曲家、指揮者プロフィール、ありがとうございます。